田舎移住の嘘本と築150年の古民家を買っちゃった夏美です。道を広げてました。今から雪降るからね。だからとりあえず道は広げとかないとって思って。で、今までちょっといろいろやることが多すぎてっていうか、年末から年末に何もできなかった。約2ヶ月ぐらい何もできなかったので、それのなんかあだこうだしてたら結局雪かきができない状態で、これ本当にちょっとひどいので、これなんとかしないと、雪降ってきたらもうなんかね、もう山だし、すでに山だし、まあ上のところに雪がない、もう屋根の方も雪がないので、まあまあいいんですけど、とりあえずこの雪をなんとかします。そっちのこのこのひどい感じね、これをちょっと平らにして今もちょっと放置して。作業をこうやってね、して行きます。私の動画の中に何回か廃業っていう言葉が出てきたと思うんですけれども、この家に植えられている木のこと、木のこと、この携帯のことかな、木のことかな、は海鳥って言うんですけど、何気に杉なんですよ。ちょっとピー、なんと花粉がね、あそこにいっぱいついてて茶色いの分かります？最近鼻水がね、去年の年末あたりから鼻水がいっぱい出てきて、私花粉が咳でしか出ない、ちょっと分かりにくい花粉症なんですけど、それがどうも出てきているので、で今の時期咳ってなんか嫌じゃないですかでもまあね、こういうこれが好きで移住してきたのだから、まあ、しょうがないかなって思っています。ということで、ここの通路広げていきたいと思います。では一旦切ります。
最後までご覧いただきましてありがとうございます。田舎移住の嘘本と夏美でした。